ナナミユーマの神プロラジオ。マスターはい、ナマコです。ギリギリ切ったね音あ、マスターポンポンポン青木ユーマです。ユーマのです。全部が、なんだ、全部が破綻したオープニングが始まったぞ。どうした、自分で何かを始めて自分で苦しんでるけど。ユーマのです。今のですじゃない、自分で言った。何何、なんかすっげー切ったね音、あの汚れた排水口が水を飲み込む時の音みたいにして、ないですか、ないですか。アイス舐めてる感じで、チュポンポンポンアイスってそんななんか硬質的な音するっけ。ボアイス的なチュポンポンポン、水の並みです。あ、水の並みでしたか。どうしました、あのなんか私の頭の中の水野七海みたいな状態になってて怖いですけど、あゆねさんが一人で水野さんが言いそうなことを、あのもっさまさポンポンポンの言い換えのやつを言って、一人で今のですって言って怖いんですけど、今なんか多重人格を相手にしてるみたいで。どうしたんですか、何があったんですか。七海ちゃんがいないの、いないのよ、いないのよ、不安。みんなにはですね、この日本のどこかに隠れている水野七海さんを探していただこうと思っております。誰なのか。ヒントは、挿絵のタヌキの絵ですね。タを抜くと何かが分かるのかもしれません。体調不良みたいですね、なんか ねもうしょうがない。そうそうそう、しょうがないしょうがない、あの大事を取ってお休みいただいている形でございますので、はい、っていうのが決まった時に、あの、はい、あやなさんが自ら、はい、どうしました、あのポンポンポンのところ本人に確認しますっつって連絡取ってくれてね。大事しますって言って、うわすげーの来たぞあいつっていう。文面ではどうやって来てんの、ちなみに。なんか見せてもらってもいいですか。水野さんがお休みでお家にいるから、ちょっと連絡してみましょうという、アイスを舐めながら、生めかしく、ポンチュポンポッあの俺あんまりそれ系の台本見たことがないからそういうもんなんだ。そう、あと個性が乗る、はい、一回その平板というか、うん、何にも載せずにそれ読んでみてもらっていいですか。あ、本意で、はいはい、あ、いやいや、その本意気だとどうなるっていうの確認も一応しといていいですか。挨拶は勢いです、多分緊張とかもあったんだと思うんですけど、うん、緊張とかもあったせいで俺の中では排水口みたいな音だったんです。マスクを取り指を加えた本職がこれは大丈夫、今のです。すごい顔してんじゃん、テクロスさん。せっかく記念で、記念で聞こうか、みんなで。マスター、あ、ナコです。いいですね、あの俺に見えてる風景は、あのケンタッキー食ってるみたいだった。野源軟骨のところしゃぶってるみたいだったけど、これ除菌シート借りるね。そうな、そうな。ということでございまして、水野さんがいないけれどもですね、あやねさんがその業を背負って頑張ってくれました。神プロラジオですね、第25回でございます。よろしくお願いします。1枚メールございますよ、はい、ペンネーム明智キリンさんがいただいております。あ、私の私なんで、私、そう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 、あやねさんのファンの方ね、ありがとう。あやねさん今日はいないけど、水野さん、奥さん、ポン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 、明日はついに継承者サミットですね。あ、そうか、そう、これの放送分の翌日が、いわゆる一つのこの神姫の YouTube とかでやってるその特番みたいなやつですね、はい、情報公開とかする、明日はついに継承者サミットですね、うん、初心者の自分は初めての生放送なので、どんな番組になるのか今から楽しみです、はい、そして、はい、綾音真子さん、はい、2日早いですがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございますキリンは、優秀なメールをよこさいつもよそうだな、この優秀さはあやねさんにとってのみだがただ優秀だわ。継承者サミットのこともちゃんと言う確かに確かに、誕生日祝いという要素と継承者サミットのお知らせを両方やってくれてる。パーソナリティに就任して約半年、そろそろ慣れましたか、はい、毎週あやねまこさんの声を聞けるのが最高に耳の幸せです。その素敵な声で面白いトークやツッコミを楽しみにしています。これからもずっと応援しています。いや、優秀優秀さばっかり言うな素直に喜びなさいよ。まずは嬉しいな、私がなんかの宣伝を、今日発売日ですっていうのを忘れがちよ私は、うん、でキリンくんが、あ、これ今日発売日ですねっていう風に優しくあの、あ、忘れてますよとかじゃなくて、分かる、そう、発売日じゃないですかぐらいね、買いましたよみたいな感じで、ありがとう発売されましたって、そのままパーソナリティに就任して約半年、そろそろ慣れましたかって言われちゃってるからね。それリアルですね、いつまで経っても基本ちょっと緊張してるって本番前に言ってるし、それも知ってる、みんな緊張しいな。まだまだ文面ございます。そしてテクロス様、はい、せっかく誕生日会ですので、ガチャを少しだけ優しくしてあげてください、はい、笑いと来ております。笑ってんだね、テクロス両手を合わせてヘコヘコしておりますけども、もうここにいる個人テクロスにどうにかなる話ではないです大いなるテクロス意識
シがあるのでね、はい、この後ガチャのコーナーもございますので一発誕生日会盛り上げていきましょう、ね、それでは今回も始めていきましょう。カミプロラジオスタートです。この番組は DMM ゲームズテクロスの提供でお送りします。マコ、ナナミ、ユウマのカミプロラジオ。まずはこちらのコーナーからお届けします。今週の神夢ガチャ。はい、ということでございます。いつもは水野さんと彩音さんのお二人に引いてもらってるんですけれども、はい、彩音さん一人になります。ただです、はい、今回、はい、お誕生日ということでございましてですね、プラス3000コインもらってるってこと。激励だ。違う、ガチャを引けつけて基本的に引きくれよ。だからもともと毎週使ってる3000コインプラス、はい、プラス誕生日分の3000コインで6000コイン使えるということでございますので、何引きましょうかね今日ね。このガーネットガチャを引くわ。ガーネットガチャを引いてくるんだ。ガーネットガチャ引きます、はいはいはい、現状が必ず1体。そうなんですよ。こちらのガーネットガチャはまず SSR 現状が1体必ず出ることが確定しております、うんうん、その上で2個3個誕生日祝いだから出したいよね。やばい、来るでしょうに。でその2個3個目も 18% の確率で出るんで、よしよしよし、約5分の1ですね。前回ナナミちゃんがほらいいの出たでしょ、はいはい、ああそうですね。悔しくてあの日から寝れてない私。そんな感情そんな感情あんの。ずっと寝てない。ね、ハッピーバースデートゥーユーってね、ハッピーバースデートゥーユー。 DMM がもうこの誕生日の浮かれた気分をきっとね乗せてくるのもあったからね。よしよしよし、はい、この扉が虹なのはまず確定でございますからねきっとね。さあまずですね、お久しぶり、あ、よかった、お久しぶりのそのコネクト状態かと思いましたよ。コネクト状態に対してしっかり謝罪をいただきました。ニコさんありがとう。さあ虹は確定で、この後いくつ出るのかのお話、そして何、おお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 お、今たの今たの妙ソードライトニングドラグーン、マスマティックカウス、カウス師匠ですね。水神斧、水神斧、ガラドボルグ、もうだカウディモルダックス。安心して読みの無駄な時間過ごせよ。この後あ、ね、2つ出るの分かってるから。フル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 ですね。さあ来ました、おあおお、厳重だ、お見事、やったアリエルゲット、ありがとう。これそしてもう一個、素晴らしい、 18% でしょ。 18% を見事にゲットして、プラスだから確定の1個もゲットして2個ゲットでございます。ありがとうございます、お誕生日にふさわしい、ありがとうございます。ありがとうございます。そういつも話してるけども、最終的には厳重だからこのゲーム、はいはい、大事だからこれ、ね、育てていきましょう。2体もらって、そう2体出たらいいですね誕生日ね、はい、お祝いを、DMM テクロス側もしてくれという形になります、はい、せっかくなんでここでね2個引いたタイミングですけども、新しい年の抱負なんかも聞いておいていいですか、はい、全然考えてなかった。書いてないこと分かんない私。どう考えてもタイミング変だしね。今お祝いがしっかり出たから聞いとこうと思う。なんだろうな、健康ですよねやっぱりね。よく食べ、よく寝、うんうん、ぐらいかな、ぐらいかな、うん、あのタイミング的にその厳重の SSR が2個出たタイミングだから、俺はなんかこううっすら、もちろん言わなかったよ、言わなかった僕が悪いけども、神姫の話かと思ってた。神姫ななんですごい勢いでテクロス見たんだ。神姫の目標をぼんやりして、この厳重を強くしようかなと思ってますよ。大事ですね、これ一個一個大事にしていきましょう。そうそう、そう誕生日を迎えたことだし、この1年ここから先の1年で、ね、上級のプレイヤーにね仲間入りしていきましょう。そうそうそう、それですそれです、ということでございまして、無事にですねガーネットガチャから SSR の厳重2個ゲットでございます。以上今週の神姫ガチャでした。マコ、ナナミ、ユーマの神プロラジオ、続いてはこちらのコーナーをお届けします。魅力発見神プロフィール、はい、はい、こちらは神姫プロジェクトに登場するキャラクターたちのプロフィールを紹介して、そのキャラの魅力を掘り下げていくコーナーでございます、愛の手でプロフィールをいただきました、ありがとうございます。花ちゃん言ってたことあるなって思ってプロフィールって言われた、はい、仲間になるまでの生活や仲間になってからの生活など、これまで語られてこなかった一面も紹介していきますよ。今回紹介するキャラこちら、ソルソル、はい、こちらですね、割と神姫のローンチ初期からの大人気キャラクター、未だほとんどの人のレギュラーから落ちることもなく第一線で活躍してるキャラクターでございます、ね、私も使ってる、うん、ソルはかなり使い勝手がいいですね、あの回復してくれる子ですよね。そうそうそう、あるから初心者にも嬉しいし、突き詰めていった時に必要になるタイミングをいっぱいございますというキャラクターですね、ではでは紹介していきましょう。まずはフレーバーテキスト、構成に匹敵するパワーを内包した女神、その明るい様子とは裏腹に過酷な運命を背負っている、恒星に匹敵するパワーがあるんだ、
太陽からいっぱい魔力をもらえるという形ですね。サテライトキャノンですね。かっこいい。大丈夫です。あのテクロスさんだけ笑ってる。あやねさんとか水野さんには当たらなくてもいい攻撃を打つっていう癖があって、あのテクロスに当たったから今のは成功です。そう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 。分かんない分かんない。月は出ているかですね。今回は太陽なんですけどね、ソルだからね。はい、好きなことや大切にしていることは主人公や仲間たち。頭部につけた羽のような髪飾りはかつて仲間たちから受け取ったプレゼントであり、ソルにとって思い入れのある品となっている。これね、頭部の髪飾りでございます。全部刺していくんですか、人にもらったものを。え、毎年毎年自分の誕生日で物とかもらった時にありがとうパースが増えていくんだ。刺しとくねって言って、今年はダイソンの扇風機なんだけど、ありがとうね、ありがとうね、羽がないからここにしてる。確かに偶然羽が刺さってるキャラクターに対して羽のないものをプレゼントしてしまいました。ダイソンの扇風機ね。そしてですね、弱点苦手なものは暗い場所、一人ぼっちとなっております。ちょっと寂しがり屋でございますね。あやねさんはどうですか、暗い場所とか一人ぼっちは大丈夫ですか。すごい嫌い。びっくりする嫌い。そうですか。暗いところはお化けが怖いあし、元来一人で私はいたくない。はいはいはい、からそうか。いやそうなんですよね、あの水野さん今日いないところなんだけども、うん、僕とか水野さんとかは一人でいることの方が得意だから。何をしてるんですか一人で。自分との会話。青木俺だ。違う、お前が。そんなにしっかり自分を別で考えないですけど、割とでもね、あの一人が好きな人は自問自答タイプの人が多い。自問自答。そう、今日何を食べたいんだ。そうか、パスタか。そんな俺筋肉と会話してる人じゃないですか。おい俺の筋肉、今日は何が食べたいんだ。筋肉じゃないかい。考え事してる時はだいたい仮想自分みたいなやつを喋ってます。自分の形してないですけど、あんまり。どういうこと。 100% わかんないかも。はやるさんは一人の時何してるんですか。一人の時は寝てるか、取り食べたバラエティ見てるか。はい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 、はい、前も言ったけどほぼ電話してる。はあ、もうだから動いてる、起きてる限りは基本的に人と携わってたいんだ。そうどうしようかなって の上で怖がりでもある。そう、怖いな、お化けは怖い、お化けは怖いな、怖いな、お化けは怖いよ。少しだけ稲川淳二が登場して怖いな怖いなの人が。そしてですね、こちらの普段の行動趣味でございますね、はい、親愛の印として仲間たちへ抱きつくことが大好き、スキンシップ型です。これはね、そんなつもりなかったのにっていう女と一緒の行動をしてる。本当に良くないですよ。この世の中にいっぱいひょっとして俺のことって思ったやつがいるってことになっちゃいますから。私誰にでも抱きついちゃうんだ。まあそれもう少しあと 2,3 年年取ったら正式に教えるね、そのこと。あんまりやるもんじゃないよ。今はみんなが子供だと思ってるから許してくれると思うけど、それをなんか本当に、なんていうか揉め事に発展することが多いから気をつけな。間違いございません、それ。そして口癖がピカピカピカーンです。なるほど。もう少し 2,3 年後ぐらいに。確かに 2,3 年後ぐらいに言ってあげよう。これは今は子供だからいいけど、そう確かになんかよく知り合いの声優さんとかと話聞いてると、はい、子供の頃に自分のことを〇〇ちゃんって一人称、はい、あやねさんで言うと自分のことをまこちゃんって人がいて、このまま大人になったらまずいじゃないですか。大体の人はその幼馴染の中にちょっとまともな感性の子がいて、あんたそれ続けるんだったら友達辞めるからみたいなこと言ってくれてやめられる、ね、大事にした方がいい。そういう子大事にした方がいい。そういう子大事にした方がいい。なんか昔なんか俺っていう女の子で一瞬いて、危ないですね。食い気味に二度と言うな。偉い、偉い、偉い、素晴らしい。二度と言うなよそれって言って、友人の存在が未来に悲しい出来事を減らすんですよ。そう、でもその時私も若かったから言えたけど、今は言えないかも。え、個性ねえ。お前がいいならそれでって今言っちゃうかもしれない。今はもうちょっとなんか言っちゃうかもしれない。でも大事、なんかその多様性がどうとか言われてる世の中ですけども、そういう一人称って後に絶対に恥になるから、それも言ってくれる友人いるといい ねピカピカピカみたいなこと言って、あと 2,3 年後くらいに出会えるといいね、そういう友達と、ね、ではでは、ここからは仲間になるまでの生活などなど、あやねさんからよろしくお願いします。ずっと昔の仲間を探していたそうですが、終わり終わり。あ、本当だ、詳細は秘密ですって書いてある。そう、これだから意図的にテクロスさん側が意味深な感じ、秘密の感じにしてるんだ。まだじゃあ結果出てないってことです。いろいろあるには期待込めて、はいはい、まだまだ掘り下げがいもあるキャラクターで、こんだけ初期からいて人気キャラクターで、そのつどつどその衣装とか、その新しいその別の属性とかも実装されてるのに、まだちょっと謎も残ってるみたいな感じも含めて、まあ人気の由来なのかもしれないですよね。どんなこと大事にされてるんですか。
ロスが黙っちゃった。そのひいきとかは存在しないよっていう意味だと思うけど、なんかそのなんかこういわゆる一つのその投票とかでも上位に上がってくるから、やっぱ人気っていうのでどんどん新しいキャラ結果残しちゃう。はいはい、うわ、そうね、人間だってそうですもんね。人間だってな、そうだよな、辛い話だ、ね、なってからの生活も聞きましょうか、仲間に。はい、はい、昔の仲間を探しながら主人公たちとの旅を全力で楽しんでいる、うんうん、いつも優しくしてくれる主人公をしたい、もっと仲良くなりたいと思っている。ほうほうほう、光の回復魔法で仲間を癒し、いつも明るいソルは、どうした急に、仲間たちにとってもまた必要不可欠な存在である。はい、突然どうしたんですか、面白い言い方になりましたけど。なんか赤文字になってるから、いつも明るいのところがね。そうそうそう、そう、ちなみにさっきのピカピカピカーンが口癖も赤文字になってたから立てて読みましたけど、大事なんだな、この辺がな。そうそう、なんでだろうぐらいの、うん、いつも明るいからあんまりそのなんていうか、その落ち込んだ顔を見せることもないってこと。うん、うんうんうん、そんなソルでございますけれども、続きまして衣装も紹介していきましょう。まずはこちら、はい、まずはこちらですね、ソルの進化覚醒の衣装でございます。死に瀕した子供たちを救いたいと強く願うソルの一念が奇跡を起こし、驚異的な治癒の力を得て新たに進化したという形でございます。死に瀕した子供たち、やっぱこのなんか少年漫画的展開をね、その自分が守りたいものが傷つけられた時にパワーアップして助けなきゃってパワーアップする、あれですよね、2クール目の後半とかに訪れる、新しくおもちゃ売りたい時にそういうなよ、道朝であるとするならばバーって光って、つい先買ったばっかりなのにって親が嘆くやつこれなんかあれっすよね、これはソルは回復だけど、はい、なんかあれスラングでイヤボーンみたいなやつありますよね。イヤボーン、イヤーっつってボーンって爆発するみたいな。そんな仲間が傷つけられた時にイヤーって叫ぶとでっかい爆発になって、倒せなかった強い敵すらも凌駕する力を得るみたいな、はいはいはい、の回復バージョン的な進化覚醒でございますね。イヤボンソルだ、そうスラングになってしまいますけど、続きましての衣装こちら、はい、真夏の太陽ソルの衣装でございます。可愛らしい、太陽のごとき輝きでビーチを照らす元気いっぱいな神姫、新しい杖は頭上できらめく真夏の太陽をかたどった特別性となっております。ソルもアイス加えてます ね、 ね、 ね、私もオープニングから加えてましたしね、アイスをね。そうですね、もうソルったら回収しちゃってこれ普通に夏を楽しんでる、ね、あのソルなんで横島なことを考えないでくださいポンポンポンって言ってんだろお前もそうやってポンポンポンって言ってんだろ誰に対してもポンポンポンってするような女なんだろうそうだろう何を責めて、夏バージョンのソルでございますね。水着が可愛らしくて、フレーバーテキスト的になんかソルのその杖が太陽をかたどった形になってる。あ、はいはいはい、あ、本当だ、さっきなんか構成だかなんか言ってませんでした、はい、そう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 、うん、基本的に星の力をね強く持っている。なんかその太陽の力って言ってからパッと見るとなんか思ったよりもなんかそのさっきと話つながっちゃうけど、はい、モビルスーツっぽいデザインだよな、なんかな、これな、かっこいいですよね、いつも思うけど、なんか華奢な女の子の割にはかっこいい、わ、うんうん、かるわかる、うん、その対比というかギャップも含めてね、可愛らしいソロでございます、ではでは次も見ていきましょう、お願いします。続きましてこちらが、神祭の聖樹ソルの衣装となっております。新たな衣装を身にまとい飾りを生み出す魔法の土を手にしたソル、かつての仲間に届くよう聖夜の夜空を魔力の星で彩っているとなっております。クリスマスソルでございますね。かわいい、冬場の女は可愛くないです、わかるやったやったヒットしたぞ、あやねさんがそれを俺に振ってくれたことをとても信頼感を感じます。よしよしよし、男なんてみんな薄着が好きなんでしょって思われてたら本当に尺だしベタな話ですけどマフラーとか好きなんですよ、基本的に。こう奪ってる感じ、そう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 とか、あの寒いねっつって申し訳ない、これもベタな話で、あの、はい、まるでそのみんなからの共感を得ようとしてるみたいで申し訳ないですけど、あのマフラーをした時の女の子が髪の毛がここもほっとちょっとモコってなって中に入るあの感じとかはあれ、どういう感じですけど、性的嘘嘘嘘、今のです、勝手に話進んでる、もうやだ、何する気そこであれ水野さんがいないと結局あやねさんがこうなるのか、いや、やった方がいいのかなと思って使命感あのなんというか全ての物事を性的に見るのをやめてください。本当とても純粋な気持ちでマフラーに挟まる女の子の後ろ髪を見ています。あ、危なかった、びっくりした。でもこれがなぜなのかは分かんないです。でも結構あるあるでみんな好きなはずなんです。聞きますね、そうそうそう、触りたくなる
のかしら、柔らかさがこう、ね、あ確かにちょっとあんのかな。あとロングの子がだからこうちょっとショートっぽく見えて、あそれもあるかも、はいはい、たまにありますよね、タレントさんとかがツイッターとかで髪型変えましたっつって、そう中に折り込んであって、でその後にびっくりした、髪は切ってないよみたいな、あのくだり、そう4コマ漫画みたいな、年に20回ぐらい見る感じ私を見る、私を見る、まあ、わかるわかる、毎日自撮りあげるべきだもんなっつって言ってましたね、ちょっとバリエーション変えるべきだもんなっていうまあ、ね、ネタも切れるわそりゃって努力の証ですねあれもね、続きましての衣装はこちら、はい、こちらはご来光の夢ソルの衣装でございます。子供扱いされて胸がモヤモヤ、大人のレディーを意識し始めたソル、大切な人のために精一杯着飾り、みんなの幸せを願って縁起物を大召喚となっております。めっちゃ金色ですね。そうそう、かつだからさっきも言いましたけど、そのピカピカピカーンとか、その誰に対しても抱きついちゃうとかみたいなやつが、はいはい、2,3 年後に注意しようと思って、多分ですけど、まあ、誰かに注意されたんでしょうね、子供扱いいつまでも子供じゃいられないなって思ったタイミングなんでしょうね本気の反省なんだこれは、はい、本気の反省での晴れ着でございます、ね、でも胸もやもやしてます、納得はしてないな、そうそうそうまだいけると思うんだけどな私、ピカピカ、ね、次は酒のせいにでもしようかなっつって縁起物っつうのはこれ右上のあれかな、鷹とかかな、あナスはじゃあね、ナスも欲しいっすよ、ナスある、富士は、富士もな、あともあの世界観における富士ってなんだよって話だけど、鷹のみですよ、もうちょっとただの鷹飼ってる人ですよ鷹城だただ確かに縁起物を大召喚って言ってる割には鷹しかいねえの、他に縁起物いいの、これよく見て近づくと、あとこれは戦闘中活躍すんのこの鷹は、行くんでしょ、寄ってみようせっかくだから、鷹なんかあれか、しめ縄か、後ろがしめ縄になってんだ、はい、シメラマとタカ、はいはいはい、そして最後はこちらの衣装です、はい、こちらは天上の慈愛ソルの衣装でございます。神のごとき無限の愛に目覚め、女神として降臨したソル、その光は全てを照らし愛に飢える人々を救いに導くとなっております。ソルなんかいいことばっか書いてませんそりゃそうだよ、すごくみんなの子を助けますよね、いいここでここで実は嫌な女みたいな書かれないでしょ別にちょっとねこういう子は悪いとこ見せてほしいな私、あ逆にその弱点というか自分のコンプレックスが刺激されるかもしれないですなあの子いい子だねみたいな、まっすぐにいい子見てると本当はどこか悪いところがあるはずだって思っちゃう、人が見てないところで悪いことしたかもしれないよっていう風に拾った100円玉とか横領しててほしいですよ、そうそうそう、せめて100円ぐらいはねせめてお菓子買いたくてぐらいの可愛らしい感じで、ソルの光で世界中のみんなが寂しくないようにしてあげるのですって、2,3 年後にそんなことは難しいんだよっていうやつが現れないというですね、ということでございまして、全てのソルの衣装紹介してまいりましたので、最後はソルの出会いの物語をプレイしていきたいと思います。見たい見たい、さあさあ見ていきましょう、ソルのお話でございます、はい、まあ、まず長いか、あ出た出た出た、ピカンだ出ましたよ、二次元の女二次元の女だけに許される行為って言おうとしたら本当に物理で光るんだ、ね、でも世界は明るい方がいいと思うよって言ってる、そうか口で言うだけじゃないんだ、じゃあこれはちょっと意味が変わってきますよ、はい、便利ですよね、便利の話しちゃう、暗いところが怖いんでしょ、あーそうか確かにどこでも明るくできるんだ、って言ったら懐かしいですね、それこそ計画停電とかあったじゃないですか、ギリギリ避けれるかなどうだな食らったっていうありましたね、なんか地域によってあの時間帯とか違ってとかするのがね、あの感じの時にピカピカピカーンがいれば明るく過ごせるわけです、ね、そうそうそう、来てくれたらね一人でもないし、光量とか調節できんのかな、そうな、ナイターぐらい光るかもしんない、ちょっと眩しいバックスタンドの方からのあの強い光ねちょっと眩しいよってあの野球ほぼ見に行かないけど、たまにそのなんていうか本当田舎埼玉に住んでた頃に、はい、チャリでその国道沿いのその古本屋とか行った帰りに7時とか8時とかなっちゃって暗い時に、はい、その草野球とかする用の野球のグラウンドの上のライトがすごい光量で輝いてて、真っ白なやつね、それを目標にチャリ漕いでたイメージがあるそれがソル、それがソルです、あれがソルだ、そうです、元になったらある程度光量の調整もしてほしい、無理で子供っぽいって言われるんだから、うん、それでなんかその大人っぽさっていうのは すなわち、はい、間接照明だと思うそれは大人の部屋には間接照明、確かにそれはそうかもしれない、そう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 、なんかいやらしいですよね、はぁ、ちょっとななみちゃんやっぱあの子は才能があるんだ
な。全員からそのなんかちょっとスケベなこと言ってもなんとなく流してもらえる才能ってこと。いや、そのあやねさんが今、そのあやねさんが難しいですよね。心から言ってるのか、何かちょっと水野さんがいない分エロを挟まなきゃっていう使命感で言ってるのかによって俺の半々だね。半々だ。ハーフ&ハーフだ。そう、半分が、半分がデラックスミートで半分がクワトロフォルマッチだ。分からない、そう分からない、そう。なんでだ、あの子のエロスはカラッとしてるから。まあ、確かになんかこう言っちゃなんだけど、そのすごいプラスの意味でよ、言ってるだけ感が強いというか、エロいこと言った時にその奥に本当にそれが存在する感じがしないというか、そうめちっこいなんかすんどん嫌だっていうのだったら嫌じゃないですか。ワードだけをドンって置かれてる感じ。そう彼女がインターネットガールだからこその文字で見える感じっていう、あ、そっか、概念じゃないんですよね多分ね。じゃあ今から私が取得するにはなかなか難しいかもしれない。そうだ、間接照明に対してのいやらしいっていう意見がそのなんていうかリアリティを帯びちゃうというか。そういうことですよね、結局ね。そういうことですよね、間接照明。明るい部屋ではエロいことが起きにくいって話だ。多分そうでしょ。でしょってなんだよ。薄らピンクなんでしょきっと。大人になったソルが薄らピンクに光るようになってしまうの。嫌だな、セロファン貼って。ちょピンクのセロファン。あとあのあれなんかさ、ロケットみたいな形をしてて中に水と泡でピンクに光りながらポコポコなる、あのあれドンキとか言ってる、あの何のために存在してるかわからないあの照明。私そんな照明男の部屋にあったらすげえ嫌いだったの。あれ何だったんだろう。ずっとソルのその出力の話をしてる、これなんか何の話。あ、ソル自体がそういうパワーを持った神姫だっていう話ですね。完全照明の話、完全照明の話。まあ、このままできれば知り合いの部屋もしくはその彼氏彼女の部屋にあったら嫌なものの話続けたいな。ちょっと悪いヤンキーの友達の家には必ず骸骨の形をした灰皿とか置いてあったな。脱線だ。この世に出てき始めた頃のビレ版で買ってんだ、みんな大体。そう、灰皿とか、ね、ジッポとかウォレットチェーンとか、その辺のウォレットチェーンはたまにまだつけてるって言いません？いますね。なんか逆にみたいなのも最近見かけますし、ウォレットチェーン難しい。テッカテカに光ってたら嫌じゃないですか、ウォレットチェーン。すごいメッキ感。はい、確かにそのいぶし銀みたいなちょっとつや消しだったらギリいいですけど、そうビカビカのやつつけたがりますからね。なんかね、人間のやつだったら嫌です。自分で言うなよ。あと別にその銀銀はあるよ、普通にそのアクセサリーの表現の中に。恥ずかしいチャレンジしてみてるんだ、相場に挟んでみよう。ごめんな、俺があと半分水野さんの役割を受け取れば、俺がたまに今のですをやればよかったんだ。そう、ギンギンな感じ。逆に言うと俺が今のですをやればいい、今のですって俺が言えばいいんですよ。そうギンギンな感じ、今のです。うん、そう、これ本人の中で納得できたんだ。怒ってるの。こんな小さな子に対して何か変なこと考えてるんじゃないでしょうね。ソルは小さな子っていいんだな、基本的にな。本当に小さいんですか、認識としてな。小さい、人間、人の要は実際には長生きだけどキャラ造形として。2番はもう子供、なんかたまに神夢であんのよ、ずっとその設定というか編集画面で、はい、あの顔面だけ見てるじゃん。あ、引きだとこんなちっちゃかったっていう。神姫にしても何ていうかその幻獣にしても、はい、顔の寄りで見てたから逆に幼いイメージだったやつが、うん、引きでその召喚してみたらめちゃめちゃグラマラスなこととか。全然あります、全然あります。お前その頭身だったんかいみたいな、ちょこちょこありますよ。たまにキャラクターの資料とかのやつが来ると、はいはい、でかっていうとかあるし、そうか、はいはい、ちっさっていうのは。ちなみになんですけど、その神姫の収録の時って、はい、まだみんなが知らないその設定というか実はこういうコミュニティとかって中に入ってるんですか、資料。神姫は結構ちゃんと資料いただきますよ。そうかそうか、結構細かく書かれてるから。じゃあ今までライブラリで紹介してないけれども自キャラだったら細かく裏側を知ってたりとかっていうのあるんですかね。あるんですかね、うんうん、あるんすかね。テクロスにあるんすかねって聞いてみたけど突然。結構細かく書いてますよね。絵とかもちゃんと表情バン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 って、そう差分とかがちゃんと書かれてて、そうですそうです、あ、こういう表情する子なんですよも伝えた上で演技してもらう。そう、お芝居の時とかに、うんうんうん、こう顔を
まにねあるのが、あこういう顔しとったんかいっていう時とか、後ほどプレイした時になんか笑ってたんかいあんた、なるほど、あし怒った演技してたわっていうとこも、あもったいないから、はいはいはい、それちゃんとやってくれてるから、確かに基本の立ち絵がちょっと不適されてるけど基本的には表情豊かな子とかあります。あれはありがとう、ね、しっかりしてるな。アリさんもソルに夏聞かれたかったのでしたっていうほっこり落ちだ。いっぱい頑張るからね。ピカピカの力が必要な時は必要な時ね。ありがとうございます。あなす、はい。ということでございましてソルの、こちらですね、出会いの物語読んできました。はい。まあ、だからいい子だからさ、あんまその 2,3 年後に注意とか言わないようにしようよ。そうですね。裏表なかったですね。そう。ずっとじゃピカピカしててほしい。そう。ないに越したことはない、はい、ということでございまして、次回はどのキャラを紹介するのかお楽しみに。以上、魅力発見神プロフィールでした。マコ、ナナミ、ユーマの神プロラジオ、続いてはこちらのコーナーをお届けします。ユニオンドラフト会議、やってまいりましょうっていうか、やるんだなこれな。そうそう、2人で、はい、我々がですね番組内だけで結成した架空のユニオンメンバーをマストの皆様からエスカウトしていこうというコーナーでございます。みんなからはですね、はい、自己アピール文を送ってきてもらいまして、我々がそれを奪い合うという形なんですけれども、3人で3組でやってますけど、今日1対1で奪い合うでいいです。1対1で殴り合いですよ ね、 もうね、殴り合いだシンプルに、やつやつしこぶるじゃんけんみたいな、そのなんていうか平和な解決策なし、暴力だ、ただの暴力で、そこまでして欲しいやつなんかいない、正論大人だった。そう、流れ的にはですね、前回夜更かし部が2人増えてるんですね、はい、ラジオネーム裸中毒とラジオネームジャックハマエルというなんかその強いな、本当にいよいよ世紀末みたいなやつが次々と増えております。裸中毒は無課金で SSR ヘカトンケイルを最終まで持っていたりとかですね、すジャックハマエルは3匹の猫ちゃんに好かれているというですね、可愛らしい2人でございます。まあ、そんな中で1枚読んでいきましょうかね、はい、我々誘い神ブルーアイズパステル猫ちゃんとシコシコブルブルズのどちらに入るのかという形で、はい、どうしよう、ユフカシーズンに明らかに入りたかったらどうしよう、この人読み上げてみましょう。よし、こちらペンネームナスは嫌いですさんからいただいております。おいしいわよ。パーソナリティの皆様、ポンポンポンです。ポンポンポン定義正しくありがとうございます。生まれて初めてラジオにメールを送らせていただきます。いやありがとう、なすみ。なので至らない点が多々あると思いますが、何卒ご容赦ください。ちゃんとした大人です。ちゃんとした人間からメールが来た。私はテクロス感謝祭から神プロを始めたレジェクロユーザーです。あー、なるほどね、おいでませ、ね、我々もあのコメントしたりとかしましたもんね、うん、レジェクロの方ではランクは100を超え、もっかいやり込み中、神プロの方でもコラボキャラのジャンヌを引き現在育成中でございます、うん、そんな完全初心者の私が、他のものにも引けを取らない魅力として、はい、物分かりの良さ、対応力の高さがあります。あんま自分で言わない。いやでも大事、社会人としてもめっちゃ大事、まあ大事だね、物分かりの良さ、はい、対応力の高さ、ね、というのも、はい、私はテクロスのゲーム以外にも DMM から配信されている様々なゲームをたくさんプレイしているのです。すごい。それこそあやねさんや水野さんが出演されているゲームもプレイしております、うん、ありがとう。そんなたくさんのソシャゲをプレイして気づかれた新しいものへの対応力には光るものがあると自負しております。いい、ね、ピカピカピカんじゃん。ちゃんとした文章力から繰り出される自己評価の高さ、うん、強い強い。でプレゼントは本来こういうものだから、ね、確かに自信たっぷり言われた方がこっちもなるほどって思いますもんね。営業ってそうじゃない。で私なんて言ったらじゃあいらないよそんなの、買わないよそんなもんあって大人がメールを送り大人が対応するラジオ、うん、しかし、はい、たくさんのゲームを遊んでいるがゆえにどのゲームも牛歩でまったりとプレイしているため、それほど深くやり込めていないという点が挙げられます、うん、いいんじゃない。ちゃんと寝なきゃいけないし、ちゃんと食べなきゃいけないから、ちゃんと自分のウィークポイントも言ってくれるってことも含めて大人です、ね、しかもすごくすごいでかいウィークポイントじゃないですか。そう、ウィークポイントみたいな感じでそこまででもないこと、逆に言うとマルチタスクができますって言ってるってことですからね。生活圧迫してまでおかしいからねってぐらいのあれだから、やるなナスビ。一度根を詰めてゲームを進めると他のゲームをおろそかにしてしまうこともしばしばあります、はい、ですがそれもあらゆるゲームあらゆるキャラクターに愛を込めて接していきたいという私の意思の表れだと思っております。すごい優秀。ぜひともご検討のほどよろしくお願いしますという素晴らしい自己アピール文が参ります。すごくないです。すごいですね。ナスは嫌いです、うん、見事でございます。まあ、だから真似したいですね。とにかくいっぱいゲームをちゃんとやっているというナスは嫌いですさんを自分のユニオンに欲しいという方はせーので挙手でございます。せーの、ういあやねさんが手を挙げました。なんで、一体どのような理由で挙げましたか。すごいじゃん、社会人だからちゃんとした、そうですね、素晴らしい人間だと思います、うん、ちゃんとメール送ったらメールとかちゃんと返してくれる、その日のうちにこの人はきっと。ただ私1点だけ、はい、ペンネームに注目いたしました。ナスビが、ナスが嫌いでやんの、青木さんは分かり合えないね。
きだったか。めちゃくちゃうまいじゃん。ナスビ。何の栄養も一生揚げ浸してたいじゃん。ひたすらにナスを揚げ浸し続けてたいじゃん。まあね、美味しいけども。うん、ここの一つだけでもう食の好みがその割れている時点で長期的に見た時に絶対に何かの底が生まれる気がする。ナスビから、ナスビから大丈夫ですか。そんなあやねさんはナスが嫌いな人間と一緒にいて。私ナス備えなんですよ。最終回です、うん、これにてななみちゃん次来た時もう終わってる。これにてさ、もうナスが嫌いないそんなに評価のが高くない人間と一緒にやってるラジオなんて最終回です。番組がナスって、まあ、最近食べれるようになりましたけど、うん、それぐらいです本当に。マジっすか。そう、なんかびちゃびちゃしてません。調理法によるびちゃっとしてるし、なんか切った尻からなんかこう黒くなってくるし、切った尻から黒くなっていく。まあわかるけど、切り目のところからね黒くなっていくからね。そうそう、アクも抜いてってなったら確かにちょっと調理も、うん、あとあやねさん料理めっちゃする人じゃないですか。私めっちゃするんですよ、意外でしょ。違うもうみんな知ってる事実として言ったんです。俺も知ってるしリスナーも知ってるしって。意外でしょ。皆さんも使わないですか。彩りとしては使いますけど。すごいな、でも料理する人の意見だ、彩りを考えるっていう時点。そうそう、見場ですよね。見場でそうそう、写真撮るまでがハイライトだから私は。もうだってナス食いたすぎてその 3,4 本ってかもう 3,4 本でしか売ってないから。まあね、一袋で、うん、もうナスをいろんな食い方する日とかたまにやるわ。一番好きな食べ方揚げ浸しだね。やっぱね、やっぱ揚げ浸しか。揚げ浸し自分で作るんです。あーでも本当にもう食べどうしても食べたくなった時、はいはいはい、ナスの揚げ浸しだけを5本食うみたいな乱暴って店じゃ許してくれないじゃないですか。あいつナス好きだな。そう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 、厨房でナス揚げ浸しってわだらついちゃうから次から。揚げ浸しまた来てんぞって言われちゃうから恥ずかしく。揚げ浸しだってやれって。基本的に家でやってる。はい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 。まあということでございました。ナスは嫌いでさはですね、残念ながらですね、私のシコシコブルブルズには嫌われてしまいましたがですね、誘い神ブルーアイズパステルネコちゃん入りでございます。やったー、久しぶりに。そうですね、そうじゃんけんが弱い私は。確かに水野さんに寝取られ続けてる印象でございますね。ここで勢力図が少し変わりまして、水野さんが帰ってきたらどうなることか、このコーナーで我々のユニオンに所属したいマスターたちからの自己アピール文をお待ちしております。以上ユニオンドラフト会議でした。お送りしてきましたマコ、ナナミ、ユーマの神プロラジオ、エンディングのお時間となりました。その通り。うい、番組ではマスターたちからの投稿をお待ちしています。いいぞ。番組ページにある投稿フォームもしくはメールアドレス神姫アットマーク温泉ドット AG までお送りください。いいぞ、本来自分が読むところじゃないところまでちゃんと読めてるぞ。よしよし、ちゃんとチェックした。はい、この番組の X 旧 Twitter のハッシュタグは神プロラジオとなっております。神は漢字で、それ以外はカタカナです。ぜひこのハッシュタグをつけて番組の感想をポストしてください。はい、ここでお知らせです。あ、大事なやつ。明日、うん、9月の23日土曜日、うん、21時から神姫プロジェクト公式生放送、うん、公式継承者サミット18が放送予定です。うん、ゲームの最新アップデート情報のほか楽しい企画盛りだくさんでお届けします。うんうん、今回の目玉情報はメインクエスト第2部だとか。そうだ、一部完結したもんな。2部どうなるかとかの匂わせがあるのかしら。これ発表してくれるのかね、楽しみ。うい、神姫プロジェクトの新たなスタートに乞うご期待です。新たなスタートをここでやるんだ。あ、荷が重いな。なんかその今まではさ、若木さんとかさ、その青葉さん、タミヤさんとかいてくれたけどさ、はいはい、あの大丈夫、水野さんと俺だろ。そう、荷が重いな。大丈夫、この半年で始めたやつらが2部をしょって立たなくちゃいけないんだ。ね、こうご期待です。ただもう大きく出ましょう。頑張う、はい、よし、出演者は私たちラジオメンバー3名と、うん、開発スタッフの菅さん。あ、そうだ、ガスいるから大丈夫だ。はじめまして、かわいいスペシャルゲストも登場予定です。あ、そうなんだ。ニコニコ生放送と神プロ公式チャンネルの YouTube ライブで配信されますので皆様お見逃しなく。わ、かわいいスペシャルゲスト楽しみですね。コパンダとかかな。かわいい。突然かわいい。今回は内部第2部のスタートを記念してコパンダが来てくれております。かわいい。かわいいね。まるでに。それの絵の時間をもう10分15分もっといってもっと3時間視聴者爆上がりで。まあ、とにかくですね、あっという間に明日ございますのでよろしくお願いいたします。お願いします。今回の神プロラジオも以上でございます、ね。はい、ではでは、お別れのお時間です。神プロラジオ、お相手はアイナマコと、寂しい、青木ゆまでした。あ、バイバイ、水野さん、ナナミちゃん。この番組は DMM ゲームズテクロスの提供でお送りしました。